前回、池袋侵攻に備えて仲間を強化しました。この時点で、マイ指定では話の内容が池袋関係に更新されている。メッセンジャーが何人かいます。そういうわけで、池袋に立ち込みですわよ。加速。まずは、エレベーターで58階へ。早速ですが、ここは池袋第一稼ぎポイントです。この回転閉まるバスのドロップアイテムを一つ欲しいので。ウフローンで類類が禁止。氷結弱点のゴルスラだと死にそう。この2部屋の悪魔を倒してエレベーターで往復。なかなか落とさないので、やっぱり威圧で落としとります。神球を食らえ。薬が足りませんわね。もう一撃。遅延行為はやめろ。来ましたわ、デビルズアーマー。都庁で、ハヤト君を獣に変えた。ブレインウォッシャーが染み出す、ビフォートラックアーマーです。固定敵の幼鳥ボルタゲはターコイズをくれる良い鳥。今度はシェムシエル。とりあえず痛めつけて脅し。フェルナ。なぜこいつと仲間交渉をしているのか、ユカリンにもわかりません。ここ60階は第二稼ぎポイントです。ラミジンさんの出番ですわ。まずベータラの群れ。絶対に一匹は生かしておきます。アストラルカッターの一撃は結構食らいますわね。こっちが本命。ストリートブエルの群れにムドンを持ち込め。この稼ぎがあるから、新メンバーでのドラゴン狩りをカットしましたわ。オパールは体力プラス1。アメチストと効果が被ってますわね。こっちの転送装置で戻れますわ。59階でボルタゲを買って、再び60階へのローテーション。仲間たちのレベルもぐんぐん上がっていきますわ。ゼロ距離無ドーンを回避するのか。
のジオラがゴリスラに刺さると死にかけますわ。来ましたわ、兵糧剣。シリーズでも珍しい氷結相性の上位属性剣です。初めて入手した上位属性剣がこれという人も多いでしょう。それだけに雷神剣や風神剣と比べて性能は控えめですが、少し先でピンポイントに役立つ場面がありますわ。ここには固定敵の強調ラケシス、ダンタリオン2の武器デビルクローを持っているので、欲しい場合は稼ぎのコースに入れてもいいでしょう。では先に進みますわよ。転送装置から59階の二重構造部分へ。野生のリリムです。早速交渉してみましょう。激うまギャグだ。負けた。ちょっと相手の知力が上がるとすぐにギャグが通じなくなりますわね。池袋の宝箱は制圧前と制圧後で中身が変わります。この相馬もパワーアップしますが、どうせ1個だし別にいいや。ハマに弱い相手ならカワンチャは十字剣でそのまま殴れます。アヤト君レベル30、次のパーツ取り用仲間を作れるようになりましたが、落とし穴でいっぱいへ。この高さのせいかさすがに HP が減ってますわね。でも同じ支柱で瀕死になる人知らより傷は浅い。出待ちするな。ここは1階の二重構造部分。落とし穴経由じゃなくても来られます。武闘ってパトラで治らないかしら。マンイーターを召喚して本気を出しますわよ。1ヒットで1234ダメージだと。肉団子がひき肉になっちゃう。1506ダメージ。最近見始めた視聴者兄貴姉貴に解説すると、本シリーズはこういう動画です。諦めてくださいな。花が効く相手には十字剣も他と遜色ない火力が出てますわね。悪魔も出ないしサクッと進みます。ここで寄り道、甲を回収していきます。右枠のようにここの宝箱はクリア前とクリア後で中身が変わります。甲と金丹を回収して復興後にマグを回収がいいでしょう。開ける宝箱間違えた。正規ルートの2階。
牢獄になっているフロアです。バール兵なのにアバドンに捕まるとは、相当イカれてるやつなのか。それとも、逆に人類のためにアバドンに逆らったのかしら。パーティーメンバーの大半が人間じゃないのよね。オークチーフも息が長い敵役ですわね。前々回に元復活未来のスガモプリズンと言いましたが、この時代でも実質スガモプリズンですわね。合体マスターはまだ捕まっていないようです。大きい牢屋の前でアイテムチェック。雨の渦目まで捕獲したのか。さすがアバドン、なかなかやりますわね。マグネタイトを得るための儀式なのか、それともただの特殊性癖か。はぁ、高間ヶ原って毎回封印されてません。これは特殊性癖メインの線が濃厚ですわ。よよきの時もそうでしたが、とりあえず牢を全部壊して混乱させた方が攻めやすいと思いますわよ。うずめのプレゼントが天の甲、後でもくもくしましょう。野生のカワンチャかいますわね。ここは一つ穏便に。ウェンディゴは許さん。ここはネガテン名物連続ワープ、財産ルートで行きますわ。あ、そうですわ。さっきアヤト君が覚えたエリコを使ってみましょう。ふう、気持ちいい。ニコニコではエリコって誰だよと米がつくのがお約束のエリコは、メギド系の範囲攻撃魔法です。名前の由来は人名ではなく、多分旧約聖書のエリコの戦いでしょう。今度はロボテスはね。電気ショックで。このダメージ、さては放電仕様だな。ここは最短ルートではなく寄り道。デジタルマジックホリーライツ。ハリハラのような浜攻撃です。もうこのフロアに用はない。さっさと次行きますわよ。そして目的地の10階。ウェンディゴではなくナイトストーカーがいます。サクッと始末していきましょう。ここのセーブポイントはウィン版と98版で仕様が違います。コピペ相性の勇気たちをなぎ倒して大部屋に向かいますわ。ルイルイは弾を強化弾に換装。強行状態が自然回復しなかった。
では諸君、行きますわよ。てってってててかん。こっちの仲間も喜びそう。このゲームの裸に見える女の子は、みんな全身タイツだよ。これは騎士に勝る変態性癖持ちのようですわね。はあ、なんでエミがこんなところで捕まってますの？でかい。アバドンは爆心地コロシアムでは声だけのモブだったので、姿を見るのは初大シェルター以来ですわね。アドニスの評価よ。最近はアドニスとかワウルフとかしょぼいボス戦が続いたので、久しぶりのまともなボス戦ですわね。まずは電気ショック。アバドンを感電させろ。感電しない。錦糸町はいつものダルカじゃ。マンイーターメガトンパンチをお見舞いしてね。錦糸町合計997ダメージ。アバドンの HP を9割吹き飛ばしましたわよ。取得経験値を考えたパーティー立て直し。まず錦糸町固定。悪魔のキスがあるマンイーターに経験値は不要ですが、打撃は痛かったものの魔法はしょぼいですわね。錦糸町とビル召喚。起点は戦闘中のコンピュータ操作でターンを消費しません。なのでこのように複数召喚もノーリスク。イケルイルイ、科学の力を見せてやれ。ダメですわ、人類の科学が敗北。カワンちゃんに軽くひねってもらいましょう。やりましたわ。乙女ロード復興待ったなし。この馬、死の間際にユカリンの存在に気づいてしまいましたわね。しかし、そなたは死ぬのじゃ。あら？初代でアバドンが食ったユーカリンの一部？まだ消化されてなかったのか。しかも、心臓もないのに脈打ってるだと？そりゃ混乱しますわよ。妖怪を何だと思っているんだ。はあ、何言ってんのお前。これ完全にメンヘラの挙動。待ちなさい。ちょっと胃カメラの検査を受けていけ。
貼り付けにする前に脱がせておくとは意外に紳士なのかもしれない。そういえば達也もニュートンもいませんわね。アヤト君と哲也、達也、エミの順番で都庁を離れたのかしら。でも都庁襲撃の時、哲也は部屋まで来たけど、達也は来ませんでしたね。さては、ニュートンは西の隊長に同行する展開があるから、シナリオの辻褄合わせを放棄したな。シャンシャンシティが復興するのは、一旦別マップに移動して、帰ってきた時です。ウィン版だと、すぐそこのセーブポイントに、入れば復興するようですが、仕様が異なる98番では起こりません。向こう側に二重構造部分がありますわね。復興後のお楽しみですわ。では帰るとしましょう。帰りは牢屋の中の人々を助け出すことができます。人々の喜びの声をお聞きください。どうやって帰るんだったかしら。ほぼマンイーター短期でアバドンを処刑して、池袋制圧完了。次回は、復興した池袋をうろうろすると思いますが、よくわかりません。今回の本編は、ここまでとなります。引き続き、悪魔紹介をお楽しみください。
儀典女神転生デビルアナライズ。今回の収録悪魔はこのようになっています。樹勢イグドラシル、これも合体の実演で出てきましたわね。結界系最高ランクのテトラカーンとマカラカーン初期習得という強力悪魔ですが、注意点として儀典のカーン2種は単体魔法です。習得系統も支援全振りですが、すべて覚える頃にはクリアの間近でしょう。霊長錦糸町、現在もレギュラーメンバーとして活躍中です。同レベル帯ではダントツのパラメータですが、ガイアの弱さと防具不足は敵悪魔の痛い単発特技での事故を招きます。池袋復興後あたりから防具も揃うのでどんどん固めましょう。陽気かワンチャ、こちらもレギュラーメンバーとして活躍中。前回ラストで察したかもしれませんが、猫型クローブを装備できない関係で準アタッカーとしてのパンチ力はこの時点では女悪魔や死体に劣りますわ。なお武者車を習得するのでウィンマンでの戦闘能力は9、8番を上回ります。邪竜ワイバーン、稼ぎ相手として重要な悪魔です。本編での稼ぎの時はウェドモンでこともなく吹き飛ばしていましたが、錦糸町に重傷を負わせたテールやガインブレス最強のブレイズブレスト、攻撃力は高いので稼ぎの時は月齢に注意しましょう。好天使アムドゥシアス、小田急ハルクの6階という行かなくてもいい場所に生息しています。魔力と強さが高めてバーサーキングも覚えるので、顔が気に入ったならアタッカーとして育てるのもありだと思います。獣人はアウルフ、カズミですが内部的には2種類存在します。こちらは悪魔、人間、精霊の合体制限突破バグでたまに出てきますが、スキル習得の関係でレベル25のワウルフの方が使いやすいと思います。マハデサマンで強制送還されない仲間でガジャ、ミラ系を覚えるのがポイント。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。